のドールハウスっていうのは人間が入ってしまってる。で、日本のドールハウスっていうのは基本こうそこに人はいないけれども、あたかもそこに人がいたような雰囲気を作り出し、そういうストーリーを作り出すのが日本のドールハウス。日本人ってそもそも想像力が激しいっていうか、見た人が自分流に解釈する。あ、自分だったらここでお茶を飲んだり、こっちにお客様を招待したりとかっていう、そういう人間がいないことによって見た方が自分のストーリーもまた作ってもらえる。日本人の生活がそこにもう見えますから、すごくこう何て言うかな、新鮮な感じで外国の方々は見てくれます。なんか思い入れのあった自分のそのお店とか、成果とかそういうのを作ってくださいっていうのが結構多くて、注文された方が、あ、もう本当にそのままですって、もうこれもう本当に宝物ですなんて言って、すごくもう喜んでくれると、そういうのはお金じゃなく、あ、作ってよかったな、注文いただいてよかったなっていう、ね、人間って人と人のつながりが一番大事じゃないですか。